あれは。やっぱりか。佐伯先生。やべえ、囲まれちまってんぞ。先生。無事でいてくれたか。ならば迅速に撃破するまで走れ、アークトリニティ。今だ。ゼロ式カタストロフィさすがっつーか。一人で片付けるとかつくづくチート。てかマジ可愛げなさすぎだろ。ちょっとくらい好き見せろっての。まだ終わりじゃない。来ます。第2波か。何度来ようと先生。女の人の声。ねえゴロ。俺の記憶から声を。ゴロ、どうしたの？お話ししましょう。黙れ、貴様ごときが双葉を語るな。あいつを汚すことは、それだけは断じて許さない。そんな、ひどいわゴロ。私はあなたのせいで死んだのに。な、先生。ドキサカ、しっかりしてくれ。あんたは五郎先生だろ。あの程度の手に引っかかって遅れを取るなんだ。そんな姿を俺たちに見せてんじゃねえ。そうだよ、五郎先生らしくない。状況はよくわかんねえが、俺だって同じだぜ。そんな格好悪い先生なんだ見たかねえっての。ちょうど今までの借りも返したかったところだ。及ばずながら私たちも力になります。行きましょう先生。お前たち、あの程度の手にか。その通りだな。高ランクだが問題ない。このまま一気に殲滅、突破する。 XRC、 そして刻印騎士、息吹も後に続くがいい。了解です。行くぞみんな。おー
ああ、なんとかな。みっともないところを見られてしまったな。3ヶ月前に生産できた木でいたんだが。お前たちが暗くなる必要はない。おかげで俺も今やるべきことが見えてきた。俺自身の今の職責を全うする。ただそれだけだ。まずはこの状況を打開する道筋を何としても見つけるとしよう。残り少ないお前たちとの時間を有意義に過ごすためにもな。
任せろ。